気温がなんと42度という千葉マリンスタジアム、まあ、人工芝のこの照り返しがあります。いきなりコーリーがデッドボール、田中健介に初球でした。その後ワンアウトの後に稲葉、相藤さん、これは初回はコーリーどうなることかと思いましたよね。いや本当ですよ、本当にどうなるかと思いましたね。ただ満塁ツーアウトで二岡レフトフライにここで仕留めたのが非常に良かったかもしれません。その裏、増井先発ですが、この小屋野の、まあ、守備もあるんでしょうけども、これバウンドが非常に難しいところ、一旦は止まった井口、二塁に向かってツーベースで、ツーアウト二塁一塁となって福浦のこの先制タイムリー、まず1点を取ります。増井がコントロール、日本ハムの増井安定しません。2回の裏、ワンアウトランナー3塁2塁で西岡がタイムリーのツーベース、3対0。さらに3回の裏です。ワンアウト満塁、ピッチャーが増井から菊池に代わっていますが、的場が犠牲フライで4対0。コーリーは4回の表、ワンアウトランナー3塁2塁というピンチで田中健介がセンター前のタイムリーで4対1、3点差。その後です、この森本のバッティング、有藤さん、いやこれは助かりましたね、本当に助かりましたね。このバッティングはダブルプレーでしのいで4対1。7回の表、このさらに5対1と、あ、そうですね、4回の裏にキムの犠牲フライで取って7回の表、炎のピッチングです。この新岡のところで今日はちょっと流れが止まりましたね、日本ハムは。森本新岡ですね、ここで助かりましたね、ロッテは、はい、最後は9回の表、小林博之、稲葉のこの打球を見事にスーパーキャッチ、まあ、4点差ついていましたが、このスーパーキャッチがありまして打ち取って、その後ツーアウトとなって糸井サードフライで5対1。コーリーが3勝目を挙げています。